プロデューサーネーム三井さんからいただきました。ありがとうございます。ぴょんころもちの皆さん、ミリホーミリホー、揃わず激推しのカップリング、花向けの鳥、うん、イントロの最初のアコースティックギターの音から嬉しい、ジュリアのちょっと待って、あのさ、様子がおかしいんだけどさ、落ち着いて読むって書いてあるからちょっと待ってな、どうりで様子がおかしいと思った。今流れるって聞いてなかったから、うん、いや、静香とジュリアそれぞれの歌声、そして2人のハーモニーと何もかもがあまりにも良かったため、コロワーズが言っていたのはこういうことか、そりゃ押すわと帰りの電車の中でニヤニヤが止まらなくなってしまいました。カップリングと一緒に聴いてほしいと書かれたドラマパート、うん、とても楽しみですということで、気持ちがすごい溢れてる、楽しみだった。いや嬉しい。いや、なんかさ、その三井さんもさ、うん、タイトルしか知らないはずだよね、うん、何これ、もう読んだ後の人みたいなそうみんな聞いた後の人かな、ね、すごいよね、うん、すごい。まだね、やっぱ私から言えることは少ないから、うん、とにかくね、まあドラマパート、うん、天国の鳥、うん、もうタイトルからしてもやばいじゃん。そう、まあみんないろんな人予想とかあると思う、ね、え、もう収録したの？もうもちろんもちろんだよね。そうしておりますよ。ジュリアとあ、うん、ジュリア役のアイミンともちろん一緒に、ね、ゲームと違って2人で撮れたんだね。そう、だから本当にちゃんと掛け合いして撮ってるので、掛け合ったんだ掛け合った。落ち着いてはいるけど、うん、不審な、うん、不審なね様子がおかしい。いいな、おかしいよね。あ、じゃあこうしようみたいなのもあったのかな。あ、物語でなんか、あ、こういう風に言いますよとか、こうしますかとかあったの？あった気がする。あったんだ。なんだっけ。なんかむしろは無言かなとも想像してたんだけど、そっちもありだね。相談してたのもありかもね。そっちもありどういうこと？私的にはなんかちょっと離れた椅子に座って収録したのかなと思ったけど。めっちゃ隣で私が、あの空き缶の、あ、缶のさ、うん、コーンジュース、うん、コーンのやつあるじゃん、あったかいやつ、うん、あれ飲んでたら、うん、あゆみさんが、うん、あ、それ美味しそうって言って、うん、あゆみさんも買ってきて、あ、なんかあゆみさんになってきちゃった。ジュリアごめんね、なんかジュリアっぽいエピソードじゃなくてごめんね、うん、でもね、あ、でもまあ、うん、静かなそれ美味しそうっていうのはいいかも。なんかちょっとねえ、何なの私はあなたの欲を満たさないといけないでも皆さん今分かりましたね、うん、一緒に収録して、そうそう、天国の鳥、もう二人で掛け合ってやった、うん、そしてこの曲が入っているということでね、うん、もうすぐ発売ですからね、皆様よろしくお願いいたしますということで、もう本当にその二人の空気感みたいなのを大事にしてもらって、うん、本当ほとんどだから重なってるところとかも割と一緒に撮ってるので、別じゃなく、そう体、そう、あと温度感とかもすごい合わせて考えてやってます温度感、うん、歌では温度感はもちろん、そう、こっそり2人良さが出てるのにドラマの温度感そろってねえ、ダメだ、様子がおかしい落ち着いてるよ、どう転んだって様子がおかしいよ。いい、落ち着いてね、もはや落ち着いてないよ、それもうすごいですね、今回は歌と違って温度感揃えて、なんだよいい感じで、なんだよ、いい感じですね、はい、楽しみです。ありがとうございます、本当にもう、そうだね、来週になったらもう発売されてますよね。あらま、うん